さて、今日から発売日まで全部で10回のカウントダウンがあるわけだ。そこで発売が100倍楽しみになる恋する彼女の不器用の舞台クイズの出題をここに宣言する。発売が100倍楽しみになる恋する彼女の不器用な舞台クイズ。一体どんな問題を出題するんです？それはみんなで考えようじゃないか。当事者にとって楽しかった思い出や苦しかった思い出や恋人だけが知る秘密をクイズにしたら面白そうだろ。恋人だけが知る秘密？そんなこと公にできるわけないじゃないですか。そう？秘密は言えないけど、イチャイチャの内容なら自慢したいかも。イチャイチャ、告白のセリフとか、そういう？それはぜひとも聞いてみたいね。波いる美人たちの心を射抜いた言葉は何だったのか、とても気になるよ。そんなこと言えるわけないですってば。恋人同士の秘密でなくともよろしいのではないですか？発売が100倍楽しみになる問題であればいいのですから。楽しみになる問題、セナのペンネームとか、初投稿作品のあらすじとか。それはもっとダメです。さてと、それじゃあ来週それぞれクイズを持ち寄ってみようか。シサ先生とほのさかくんも誘ってさ。勝手に話が進んでいます。どうすれば。来週をお楽しみにですわ。